お待たせしました。おいしい、おいしいね。そうですね。正直何の味もしないんだが、このところせっかくの寿司チャンスをすべて台無しにしている気がする。そしてなんだこの並び。ねえ大将、ニューヨークにも支店出してよ。考えておきますね。そういえばこの前のニュース見ましたよ。リンゴさん、世界を動かすアジア人アーティストのトップ10に選ばれてましたね。はあ、なんかそうらしいね。らしいね。